はい、ラビルブログです。このチャンネルでは Android アプリを作成される方に役に立つ情報をお伝えしています。現在は Android デベロッパーズを順番に読んでいます。そして、今はアクティビティまで読んでいますので、その続きを読んでいきたいと思います。それで場所としては、Android デベロッパーズのアプリの基本、そしてアクティビティの、そしてプロセスのところまで行っています。では、続きを読んでいきたいと思います。Android プロセス。アクティビティを実行する必要があるプロセスの名前。通常、アプリのすべてのコンポーネントはアプリ用に作成されたデフォルトのプロセス名で実行され、この属性を使用する必要はありません。ただし、必要に応じてデフォルトのプロセス名をこの属性でオーバーライドし、アプリのコンポーネントを複数のプロセスにまたがって実行することができます。この属性に割り当てられた名前がコロンで始まる場合、新しいプロセスが必要になったときにアプリ専用のものとして作成され、アクティビティはそのプロセス内で実行されます。プロセス名が小文字で始まる場合、アクティビティはその名前のグローバルプロセス内で実行されます。そのためのパーミッションが付与されている場合、これにより様々なアプリのコンポーネントがプロセスを共有できるため、リソースの使用を削減できます。アプリケーション要素、そのプロセス属性は全てのコンポーネントに対して異なるデフォルトのプロセス名を設定できます。Android Request Task Identity。アクティビティがタスクスタックで上位にあるアクティビティにタスク識別種を渡すかどうか、タスクのルートアクティビティでこの属性が True に設定されている場合、基本インテントがタスクの次のアクティビティの基本インテントで置き換えられます。次のアクティビティでもこの属性が True に設定されている場合は、同じタスクで起動するアクティビティに基本インテントを渡します。この動作は各アクティビティがこの属性をファルスに設定したアクティビティに到達するまで続きます。デフォルト値はファルスです。この属性を True に設定すると、オーバービュー画面のラベル、カラー、アイコンを変更するためにアクティビティのアクティビティマネージャー、タスク、ディスクリプションの使用も許可されます。リサイザブルアクティビティ。アプリでマルチウィンドウディスプレイをサポートするかどうかを指定します。アクティビティ要素が アプリケーション要素でこの属性を設定できます。この属性を True に設定すると、ユーザーは分割画面モードやフリーフォームモードでアクティビティを起動できません。できます。起動できます。この属性をファルスに設定すると、アクティビティはマルチウィンドウモードをサポートしません。この値がファルスの時、ユーザーがアクティビティをマルチウィンドウモードで起動しようとすると、アクティビティが全画面で表示されます。アプリが API レベル24以上を対象とし、この属性の値を指定していない場合、属性の値はデフォルトで True に設定されます。この属性は API レベル24で追加。Android スクリーンオリエンテーション。端末上の アクティビティの画面の向き、アクティビティをマルチウィンドウで実行している場合はシステムはこの特性を無視します。値には次の文字列のいずれかを指定します。アンセプちょっとこれは読めませんので、こういう時はこれで、ね、Unspecified Unspecified ですねはデフォルト値、システムが画面の向きを選択します。システムが使用するポリシー、つまり特定の状況における選択は端末により異なる場合があります。ビハインド、アクティビティスタック内の直下にあるアクティビティと同じ画面の向き。インディスケープ、横向き、横向きですね。ポータレイトは縦向き、リバースランドスケープ、通常の横向きとは反対側の横向きですね。はい、リバーシブルポートレイト、通常の縦向きとは反対の縦向きですね。センサーランドスケープ、横向き。センサーポートレート、横向き。ただし、端末のセンサーに基づいて通常の縦向きまたは反対の向きになります。はい、ですね。ユーザーランドスケープ、横向き。で、ユーザーポートレートは縦向き。センサーは画面の向きは端末の方向センサーによって決まります。
画面の向きはユーザーが端末をどのように持っているかによって異なり、ユーザーが端末を回転すると変わります。端末によってはデフォルトで回転しても4つの画面の向きすべてを使用できるわけではありません。4つの画面の向きすべてを使用するにはフルセンサーを使用します。ユーザーがセンサーに基づく回転をロックしていてもセンサーは使用されます。はい、フルセンサーは先ほど言った通りですね。はい、ノーセンサーは画面の向きや物理的な方向センサーを参照せずに決まります。ユーザーが現在設定している画面の向き、フルユーザー、ユーザーがセンサーに基づく回転をロックしている場合、これはユーザーと同様に動作しますが、ロックしていない場合はフルセンサーと同様に動作します。4つの画面の向きすべてを使用できます。ロック度、画面の向きに関わらず画面の向きを現在の向きにロックします。Android Show for All Users、端末の現在のユーザーがアクティビティを起動したユーザーと異なる場合に、アクティビティを表示するかどうか、この属性はリテラル値に設定すると、することも、ムブール値を含むリソース属性、またはテーマ属性に設定することもできます。Android State No Needed、状態を保存しなくてもアクティビティを強制終了して正常に再開できるかどうか、前回の状態を参照しなくても再開できる場合は True、 前回の状態が必要な場合は False を設定指定します。デフォルト値は False です。通常アクティビティを一時的にシャットダウンしてリソースを保存する前に OnSave Instance State メソッドが呼び出されます。このメソッドはアクティビティの現在の状態をバンドルオブジェクトに保存します。アクティビティが再開されたら onCreate にこのオブジェクトが渡されます。この属性が True に設定されていくと onSaveInstanceState を呼び出されます。onCreate にはバンドルではなく null が渡されます。つまり初めてそのアクティビティを開始するときに同じです。するときと同じです。True を設定すると状態が保持されていなくてもアクティビティを再開できます。例えばホーム画面を表示するアクティビティでこの設定を使用すると何らかの理由でクラッシュした場合でもアクティビティが削除されることはありません。サポーツ、ピクチャーインピクチャー、アクティビティがピクチャーインピクチャー表示をサポートするかどうかを指定します。 Android Resizable Activity が False の場合システムはこの属性を無視します。Android タスクアフィニティ、アクティビティがアフィニティを持っているタスク、同じアフィニティを持つアクティビティは概念上同じタスクに属します。タスクのアフィニティはタスクのルートアクティビティのアフィニティによって決まります。アフィニティによって次の2つが決まります。アクティビティの親として再割り当てされるタスクと、フラグアクティビティニュータスクフラグを、指定されたアクティビティが開始されたときにアクティビティを格納するタスクです。デフォルトではアプリ内のすべてのアクティビティは同じアフィニティを持ちます。この属性を設定してアクティビティをそれぞれグループ化し、別のアプリで定義されたアクティビティを同じタスク内で配置することもできます。いずれのタスクについてもアクティビティがアフィニティを持たないように設定するには空の持ち列に設定します。この属性が設定されていない場合、アクティビティはアプリに設定されたアフィニティを継承します。アプリのデフォルトのアフィニティの名前はマニフェスト要素で設定されたパッケージ名です。 Android テーマですね。 Android テーマ、ちょっと確認しますね。テーマですね。はい。Android テーマ。アクティビティの全体的なテーマを定義するスタイルリソースの参照。これにより、このテーマを使用するアクティビティのコンテキストが自動的に設定されます。セットテーマをご覧ください。また、この属性によってアクティビティの開始前にアクティビティの外観にうまく適合するように開始のアプリケーションが実行される場合があります。この属性が設定されていない場合、アクティビティはアプリ全体に設定されたテーマをアプリケーション要素のテーマ属性から継承します。その属性も設定されていない場合、システムのデフォルトのテーマが使用されます。詳細についてはスタイルとテーマのデベロッパーガイドをご覧ください。はい、UI、はい、ではしばらく進んできましたので、また一旦、伸びるブログの方に戻ります。では、
このチャンネルではこのような形で Android アプリを作成される方にとって役立つ情報の方を配信しています。ぜひ、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。